はい、今回はボンドチャンネル特別編、ボンド大阪に来ております。シーンと殺伐とした空気を、はい、殺伐としてません、はい、ちょっとせっかく今回ボンド大阪ちょっと別のようで来たんですけど、せっかく来たんでちょっとかっこいい車いっぱい入ってるんでちょっと解説してもらおうかなと思います。はい、お願いします。篠原くん、はい、フロント担当篠原くんにちょっとたまたま入ってるすごくかっこいい車をちょっと解説してもらおうと思います。いきますよ。はい、はい、ちょっと来るのが遅くなっちゃったんでだいぶ外暗くなったんですけど、もう今日もボンド大阪かっこいい車がいっぱい入っております。はい、そしてフロント担当篠原くん一押しのゲレンデがこちらになります。 G63 これ、これ63になります。でだいぶいじってあるみたいなんですけど、ちょっと簡単に、はい、簡単に、まあ、グリルがちょっとこの辺縦線が塗ってあったりとか、エンブレムこれ塗ってるの？そうですね、キャンディースモークペイントで、縦線とエンブレムとスリーポイントと、あ、これも塗ってあるんだ。あとボンネットバッジも塗ってます、ね、ああなるほどね、この辺も黒くして、じゃ全体的にブラックアウトしてっていうか。そうですね、他はもう純正パーツを使用して、ブラックアウトするような感じです、これじゃあエディション1の、そうです、ジンナーブラックのヘッドライト交換してる、交換してます。でリップはもうめちゃくちゃ人気の、はい、ブラバスのリップが、はい、ただちょっと足りないですけどスムージングしてました本当はブラバスのリップってここに青く光る B マークのパーツがつくんですけど、結構目立たせたくないなんていう人は結構スムージングしてつけるのも、浦和店も東京店もいろいろやってるみたいです、はい、今回の車もそんなことがしてある、はい、で横に回ってくると横がめちゃくちゃかっこいいっていう、アナーキーです、はい、アメタンアナーキー 23?4?23 になります。3インチワンピースが、はいはい、これフィニッシュは覚えてますか？フィニッシュはちょっとありがたいねスモーク系のクリアが、はい、そうですね、多分ブラッシュドベースだよね。そうですね、ブラッシュド、スモーククリアだと思います。ブラッシュドスモーククリアです、はい、でもうツラツラに、はい、入ってる。であとキャリパーもペイントしてます。あーなるほど、もともと赤かなんかの。そうですね、赤だったんですけどやっぱりブラックアウトをしてるお車なのでその辺バランスよく、なるほど、シルバーの方がいいかな。赤を消してシルバーにしてあるみたいです、はい、そして横に行くとサイドステップなんかも、サイドステップも、黒くなってるっていうしてます、ね、あとはカスタムポイントとしては、あ、サイドミラーもやってます。あ、そうなんだ。サイドミラーも一応、もともと白だったんですけど、エディション1のパーツみたいに、ブラックにペイントしてて、で、エディション1の、ウィンカーレンズエディション1でウィンカーレンズも違うの？あ、違います。横もちょうど分かりやすいような。あー、なるほどね、インナーがちゃんと黒くなるんだ。そうです、確かに。でもエディション1のこっちのインナー黒いタイプの方がなんかシュッとしてるね。そうです、これはおすすめかな。なるほど、純正なんでクオリティもバッチリっていうことで、はい、そんなパーツがついてます。で中は、はい、中は、これそもそもでもこの鍵穴のところもなんか黒くなってる気が、ラッピングやってます。そんなこともできちゃうでこれカーボンなんかはこれは？これは最初からいや交換しました。あ、そうなんだ。全部交換しました。これも純正？これも純正品ですね。なんでパーツとしてはドアパネルと、あとセンターコンソール、そうですね、コンソールと、であとメーター周りですね。でワンオフのカーボンステアリング。あ、これカーボンステアリングなんだ。そうです、ワンオフのやつ使ってますね。わわわわわ、これはちょっと暗いんでインサート入れましょう。すごい。で、あと LED も打ち替えのやつやってます。あ、そうなんだ。で、ルームランプが真っ白白になってる。そうです、もともとちょっと黄色っぽい LED なんですけど、純白の、LED に交換してます。中もすごいいろんなところが手が入ってます。で、リアは同様に、これは投資かな。投資だよ。まあオフセット変えてるぐらいです。あ、オフセット変えてちゃんとリアもつらつらになるように。そうです。わー、さすがでございます。はい、そしてマフラーは見覚えがありますが、ブラバス、はい、なんかさっき聞いたんだけどめちゃくちゃ高いっていう。そうですね、100 本当に？そうです、一応なんだ、クロームとブラックの設定があって、はいはい、今回ブラックのやつにしてるんですけど。そんなにすんの？
125。でもちゃんとあのいいマイクも入ってて、車検も、はい、基本的には問題ない仕様になってる。はい、はい、黒がめちゃくちゃかっこいい。 B マークのちゃんと刻印も入ってて、はい、そして後ろはテールとかこの辺とかテール、これは純正品を、あ、これ純正のやつなんだ、はい、で、合わせて、リフレクターも、ペイントしてるような感じです。ああ、なるほど。で、エンブレム類は全てキャンディースモークでやってるような感じですね。じゃあこう、なんかすごく分かりやすいカスタムをした感じではないけど、いろんなところが手が入ってて、はい、一見するとタイホイールだけかなと思いきや、もうあらゆるところに手が入ってる、はい、そんなゲレンデでございます。あともう1台すごくかっこいい車が入ってるみたいで、なんとポンチ GT ホイールを履いちゃってるっていう、はい、解説していただいていいでしょうか。、はい、これもアナーキー。そうですね、アナーキー、ゲレンデと一緒のデザイン。ああ、同じデザインで、そうですね、はい、今回はポンチ GT は、ポリッシュ仕上げで、あ、これポリッシュなんだ。そうですね、はい、でこれはサイズは結構こだわりな感じでしょうか。まあそうですね、ツラツラにしてるのと、すごいです、ツラ具合が、はい、22インチで作っております。なんか23も入っちゃいそうだけど、ただタイヤが多分ないんで、まあ、あと車のキャラクター的にもそうですね、あんまりこうペラペラのタイヤ履いてっていうよりかはちょっとちゃんと走れるサイズで決めてるって感じで、これはもうタイヤホイールローダウンぐらいで渋く決めたと、あと、はい、カプリストのマフラーで、あ、そうなんだ。マフラーカッターなんで、はい、見えないですけど、ちゃんとマフラーもカプリストのマフラーになってるみたいです。いいマークもついてます。これかっこいいね。そして中は純正ですけどめちゃくちゃおしゃれです。マリナーパッケージです。あれマリナーだとなんかいろんなとこがあれ、あのキルティングみたいな、うん、すごいねこれ。本当になんかコンプリートカーみたいな、そんな内装になってます。確かにでもちょっとこのメッキのキラキラ感とヘッドライトのキラキラ感からいくとホイールもちょっとこうポリッシュで、そうですね、ただこのメッキとかじゃなくてちょっと落ち着きのある感じで、はい、かなりかっこいいんじゃないでしょうか。え、これとかって純正？それはあの純正のオプションのカーボンパッド。あ、そうなんだ。そんなのあるんだね。あります。めちゃくちゃかっこいいコンチ GT がたまたま入ってございました。はい、でもう1台すごい MV が入ってたんで、これちょっと芦田さん担当の車みたいなんでちょっと教えてもらおうと思います。これすごいっすね、なんか至る所カーボン、かなり仕上がってますね、はい、ボンネット、グリル、リップ、サイドスカート、ミラー、フェンダーのところも、はい、これは全部同じメーカーじゃなくて、はい、はい、いろんなのを組み合わせてこの形になってるんですよ、はい、ちなみにこれボンネットはどこのやつなんですか。ボンネットは G パワーです。あ、 G パワーなんですか。はい、あのスーチャーキットで、スーチャーキットで有名な、はい、60のスーパージャージャーキットで有名な、はい、有名な、はい、G パワーの、もう形状もなんかえらいことになったんですね、これで、ちゃんとダクトも、はい、開いてるっていう。で、グリルなんかはこれは、これは純正の、あ、純正のやつなの。カーボングリルです。え、純正でカーボングリルあるんですか。あります、あります。へー、純正と、はい、まあ、G パワーと、まあ、3D デザイン、あ、リップは 3D なんですね。コラボしてます。このカーボンの主張が、そしてボディカラーのこの青と、青カーボンのツートンになっちゃってる。でホイールもなかなかなコンケーブですけど、はい、この辺も芦田さんチョイスでですね、お客様と打ち合わせの結果、はい、凄まじいコンケーブ、フロントがこんなにコンケーブしてる車があるのかっていうぐらい、はい、これでも BC ってこのハブの取り付け面とここの薄さがかなり効いてるんで、かなりコンケーブしてますよね。そしてサイドも、はい、ダクトもこれも全部加工なんですよ。そうですね。これは加工かなんかですか。いや、これも、純正と 3D デザインの、あ、そうなんですか、はい、え、こっち純正ですか。こっちが純正だったと思います。で、こっちが 3D の、ちょっと微妙です。あ、あるんですね。でも純正でこの辺の加工パーツも、で、ミラーなんかもこれ純正ですか。これは純正です。なるほど。で、サイドスカートも 3D の、そしてカーボンルーフですもんね。もうフロント、サイド、リア、上から見ても全部カーボンとブルーのツートンっていう、はい、そしてあれ、この辺の黒いのとかって最初からこれはラッピングで仕上げてます。この辺もラッピングで、はい、はい、じゃあメッキも消しつつなんです。そうです。そしてリアも同様に、で当然リアの方が太いの入ってますよ、ね、
はいはい、なんで根茎部もかなりきつく。でこれブレーキって色はこれ最初からパラッティングしてました、塗ってます。あ、塗ってるんですね、はい、なるほど、はい、この辺もじゃあちょっと落ち着いた感じにするために純正青かなんですよ。純正青ですね、はい、ちょっと色味を変えて足元をバチバチに決めてます。そしてリアもすごいことに、はい、これディフューザーっていうんですかね、はい、この部分とあとなんとアクラボも入ってるんでマフラーカッターもカーボンっていう。これアクラボも相当な金額しそうですねこれ。そうですね、かなりかかってますね。そしてこのトランクのスポイラーも、はい、これは 3D ですか。これは 3D です。あ、なるほど、かなりこう攻めたデザインの、はい、これもフルカーボンっていう。もう全部カーボンですね。あ、でこれエンブレムとかテールももしかして塗ってますこれ。そうですね、へー、スモークペイントで。なるほど、はい、え、ステアリングも全部カーボンですか。カーボンです。うわー、すごっ。シフトノブもカーボン。あ、シフトノブもカーボンになってんですか。はい、うわー、めちゃめちゃやってありますね。そうですね、こんなに手が入ってる M5 あります。え、これボンネットもだいぶ軽くなってますよね。そうですね、アルミかなんかですよね。だいぶ軽いですね。へー、すごい裏側の作りも。そして、あ、すごい、インテークも全部、はい、ラムエアでしたっけ。ラムエアですね、グループ M のラムエアが入ってます。もうなんか徹底的にカーボンなんですね。徹底的に。でまあ、点火機、はい、排気、はい、一通りやってますね。なるほど。そしてさらに今回なんとエンジン、コンピューターチューニングで。コンピューターチューニングも、はい、はい、だからもうファインチューンのその定番のその給排気とコンピューター点火すけど、はい、もうベースがすごいんでとてつもない車にさらに進化していくみたいです。はい、というわけで今回は特別編ということでボンド大阪から日常の様子をちょっとだけお伝えいたしました。で今回の目的は別の車のちょっと撮影なんで、ちょっとそちらの動画も完成していましたらぜひぜひご視聴くださいませ。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。